ロビオエンターテイメントとは、フィンランドのコンピュータゲーム開発、エンターテイメント企業で、エスポーに本社を置いている。2003年に、レリュードという名で携帯ゲーム開発スタジオを設立し、2005年に、ロビオと改名した。アングリーバードシリーズをリリースしたことで知られる、ゲーム企業である。エスポーのケーラニアミにある、オフィスビルにロビオの本社が入っている2003年。 ヘルシンキ大学技術学部に売却し、モールウォーにタイトルを変更したが、世界初の携帯向け商業ベースの、リアルタイムマルチプレイヤーゲームになった。2005年1月、レリュードは、ビジネスエンジェルより第一ラウンド投資を受け、社名をロビオモバイルに変更した。2009年12月、ロビオは、iPhone 多用のスリングショットパズルゲームである、アングリーバードを発売。 アップルのアップストアにおいてダウンロード数が1億以上に上り、総ダウンロード数の25%が有料でのダウンロードであり最も売れたゲームの一つになっていった。2011年3月、アクセルパートナーズ、アトミコフェリシスベンチャーズといったベンチャーキャピタルから4200万ドル増資した。同年夏、コンテンツの制作だけでなく多彩なエンターテインメントを 提供する企業になることを目的として、社名をロビオエンターテインメントに変更した。2012年3月、ベンチマーク企業フューチャーマークのゲーム開発部門である、フューチャーマークゲームスタジオを買収した。買収金額は未公表。同年5月9日、アングリーバードが1億ダウンロードに達したことを発表。広報担当のシニマティカイは、電子メールにて、我々は、 すべてのファンからの応援に感謝しています。そして我々に来ているものを待つことはできません。と述べた。11月8日、アングリーバードシリーズの新作である、アングリーバードスターウォーズを発売した。ありがとうございます。